れ宝箱じゃない？こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、できすぎた話で怖くねえか？ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー？ずいぶん古いもののようね。たちから抜けてたキューブじゃねえか？この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。よっ、この橋まさか崩れたりしねえよな？戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。なんだ、でっけえタヌキだな。タヌキじゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし。ちょっと、そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。俺の仲間に手出すな。俺はもうあの頃の俺じゃねえ。まとめて抵抗すると
俺に任せてるんだ。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。俺は強い怪物と呼ばれよう。少しは私に。モークさん、島キロです。あの島のここ止めろ。なんでだよ。上陸し島に近く嵐ね。黙って飛び降り監視を。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ？急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ？ちゃんと伸びるな。俺は化け物、強いんだ！竜巻！ぶっ飛ばす！次はどいつだ！ちょっと痛いのよ。俺は強っ。みんな、怪我したらすぐ言えよ。力が戻ってきて少し成長の私マリン。
行きましょう。あなたたちの相手は私よ。よし、交代だ。いや待て、お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。アームポイント、俺がまとめて相手してやる。刀の旅にしてやる。
俺がまとめて相手してやる。しょうがない、やりますか。どれどれ、いただき。怖くねえぞ。どうだ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。今行く。俺のこの足は技のキレが戻った。俺、私成長を実感できるほど強くなる。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだ、チョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ、助けてくれてありがとうって言ってたぞ。剥がれてる。行くぞ。一応切れたが、くそ。よし。まだ腕が鈍ってやがれ。レディーには指一本触れさせぬ。待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。肩慣らしといくか。俺は負けねえ。
っと。見られてるな。ああ、数も多い。な何かいるのか、こんなところに。さっさと片付けるわよ。倒さない、いける。修行にはちょうどいいな。私の番ね。私の番のようね。ゴー、これ式で私で技のキレが戻って俺は悪く。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。てめえらがずっと見てやがったな。そうだ、獣には火。ウソップ、あんたの技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのバズーカ。やったな。怖くなんてねえぞ。この力。洞窟にいたやつだ。何か言ってるな。チョッパー、訳してくれるか。
俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。俺海賊嫌い、でもお前ら助けてくれた、だからいいものを渡しに来たって言ってるぞ。律儀なやつじゃねえか。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。いざそこに俺たちが通りかかったわけか。いざいざ。あいつどこ行ったんだ。話だけ話したらどこかに行ったわね。でもなかなか面白そうなものをくれたわね。洞窟で襲ってきたリス、メルビューにいたやつにそっくりだったな。ああ、あの…よし、かかってこい。やるか。やっと俺の出番か。マナーがなってねえの。おマリン、ああ、あの時の空に浮かんだ島か。月に連れて行かれた島ね。あそこにはキューブなんてものはなかったよな。でもアディオとリムの話は本当だったみたいね。ああ、確かにキューブと共に力が戻ったな。アディオの言う通りにすればすぐに取り返せそうだな、キューブ。逆に言えばしばらくはあいつらの言いなりってことか。とりあえず仕方ねえだろう。しかしこの島結構危ねえやつが多いよな。怪我とかしたらすぐ言えよ。このまま放置しちゃダメだからな。おお、戻ったか。どうだ、嘘じゃなかっただろ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。前向きなのは結構だが、実はそう簡単でもないんだよ。あ、どういうことだ。直接見たわけじゃねえから憶測の話にはなるんだが、お前たちが出会ったあの巨像強かったろ。確かになかなか手強いやつだったな。あの巨像は炎の巨像といってな、他にも何体かいるんだが。そいつがどうかしたのか。お前たちのキューブのいくつかはそいつらが持ってる。どうしてそれがわかるの。これでも探検家の端くれだからな。行動できる範囲は俺なりに調べてるんだよ。ま、その目で見れば納得するだろう。準備ができたら声をかけろ。巨像のいる場所に連れてってやるぜ。皆さん、次の探検に出られる前にキャンプで準備を整えませんか。そうね、一度状況を整理した方がいいわね。そういや腹減ったな。サンジ、飯作ってくれ。ああ、じゃあ飯にするか。アディオ、一つ聞いてもいい。なんだ。リムって言ったわよね。あの子はどうしてあんなに海賊を嫌っているの。この島の動物はリムには近づかない。野生の本能ってやつで危険だと判断してんだろう。だがたった一匹だけあいつに懐いたオウムがいたそうだ。オウムがいた。そのオウム今はどうしてるの。
流れ着いた海賊に殺されちまったらしい。俺がこの島にやってくる前の話さ。何それ、ひどいわね。リムは激怒した。例のキューブで能力を奪い、そいつらを島から追い返したんだ。そうだったのね。この島の浜に小さな墓がある。リムがそのオウムを弔うために作ったものだ。そりゃ海賊嫌いになるのも無理ねえよな。俺も許せないぞ。まあ昔話さ。今は俺がいる。流れ者の海賊ごときに勝手はさせねえよ。Robin and Nami, their outfit stays the same. That doesn't change. Yosh! Utage da! Nigiyaka ni nari sou ne?Go ahead and save it here to end this video for the day.